スターウォーズシリーズスターウォーズ登場兵器一覧ミレニアムファルコンミレニアムファルコンはアメリカの SF 映画スターウォーズシリーズに登場するハンソロを船長とした架空の宇宙船である。その優れた高速力と性能に似合わぬ乱雑な外観から銀河系最速のガラクタの異名を持つ。クルーは船長のハンソロ以下複操重視でソロの相棒の中爆下の2名。 この化け物じみた出力を誇る高速艇は、もともとギャンブラーのランドカルリジアンの所有する宇宙艇であったが、ハンソロンがサバックで勝って巻き上げたものである。本機のベースとなっているコレリアンエンジニアリング社製ユートマイナス1300。貨物船は最高速度に優れた軽貨物船であり、富裕な個人のレジャー船や小規模の旅客及び軽貨物輸送などを目的として設計されていた。 高速力を発揮する強力な4エンジンを搭載し、円形のボディの大部分を動力機関部と貨物室が占めているため、コックピットは一般的な中央ではなく、機体右側にオフセットされた円筒部分にあるなど、非常に変わった設計の船であったが、発売当時は流麗な外観を持った高速艇であるとみなされていた。 バルコン号はソロが手に入れる以前から、ランドを含む複数の所有者の間を渡っており、代々のオーナーによって合法、あるいは違法な改造が繰り返されてきた。ソロの手元に渡った時点で、すでに全く原型を止めていない状態であったが、彼は自身曰く、銀河最速の理想的な密輸船に仕立てるべく、すでに違法レベルの高速ぶりであった、この船に、さらなる大改造を施した。その結果、 ハイパードライブ運転時に高速の約1.5倍にまで達するほどの速度を得ることに成功したが、この改造によって非常に気難しい機体になった上に修理に非常な手間がかかるようになり、全身空間式、またはハイブリッド式の古いテレビのように叩くと調子が良くなることもあるという妙な癖も持ってしまう。何よりも過労じて残っていた原型機の面影は、 無残にも、機体の内外を問わずに、無骨なパーツ群で埋め尽くされ、工述する数々の異名を頂戴する結果となった。また、この船のコンピュータは、こうした過酷な改造に耐えられるよう、アストロメクドロイド用のドロイドの数台分を無理やり、一つにつなげて運用しており、機械としての調子以外に実際に、船の個性も持っているようである。ドロイドとの簡単なコミュニケーション能力も備えているが、 エピソード5で C-3PO が直接不調箇所を聞き出した時の彼のセリフによると船のコンピュータはひどい鉛とのことスピンオフ映画ハンソロスター・ウォーズストーリーではその最初期のドッキングとみられる L3 から37のマッピングデータと AI を利用する目的での改造シーンがある船内には探査妨害装置の仕掛けられた密輸品用の隠し部屋をいくつも備え ソロはこの船を買って、上得意であった、ジャバザハットに莫大な利益をもたらした。しかしソロは、その報酬に上乗せして、ジャバに多額の借金をし、この船のさらなる改造に明け暮れた。もはやファルコン号の改造はソロにとっての趣味、生きがいと化していたのである。ソロはこの船を、多くの欠点を含めて愛しており、ある時、新共和国の優秀なエンジニアたちの徹底的なクリーンアップによって、 以前より快適かつ安全にリノベーションされてしまった時など騒音が静かすぎるなどと言ってわざとボルトを取り外したりする修正まで施した作中でのその得意な外観を形容するセリフは数多くルークスカイワオカーラにガラクタの塊配線ポンコツこの船に航行許可が降りていることに驚いたゴミ捨て場から拾った部品を寄せ集めたような船などと酷評され デススターに捕獲された時は、救助したレアオー大ナにも、あのナンパ船のような船で、ここへ来たというのですかあなた方は、私が想像していた以上に、勇敢な方々なのですね。と言われるが、ソロは外観への酷評を気に留めず、中身で、勝負と改造を続ける。改造箇所は所有者本人が把握しきれていないほど、多岐にわたるが、主だった点は、そう、こう、ボーたル速力、武装、 走行及び、それらを支える、高出力の動力機関であり、ところどころに、軍用規格の違法な部品が取り付けられている。速力は通常航行時及びハイパードライブの両面とも強化されていたが、特に密輸業で重要となる、ハイパードライブに力が入れられており、軍用の特別強力なタイプが搭載されている。ソロがたびたび口にする上述の、光の1.5倍は、 ハイパードライブ高校の最高速を指している。通常高校では、スターデストロイヤーをなかなか振り切れず、ルークにちっとも速くないじゃないか。と言われる。主兵装として、四連レーザーキャノンが、上面,と仮面に一機ずつ、機体全部のコンカッションミサイル、着陸時に使用する格納式のブラスターキャノン、そして防御兵装も、強力な変更シールド及び探知レーダー、電子攻撃などが搭載され、 貨物船らしからぬ強力な戦闘力を誇る。いずれも帝国軍士官候補生主席であったソロこだわりの一品であり、いずれも強力なハイパードライブを制御する軍用ジェネレーターの叩き出す高出力によって実現したものである。さらに機体各所を軍用の装甲板で幾重にも補強しており、数え切れない被弾からソロを救ったが、これらの違法パーツは簡単に手に入るはずもなく、 また大変に高価な品々ばかりであったため、ジャバのスパイス密輸で荒稼ぎしていたソロですら、莫大な借金を重ねながら、闇ルートで、細々と手に入れたのである。また、様々なメーカーのパーツを取り混ぜて、しかも本来合わない規格のものですら、強引に組み合わせていったため、パーツ同士の相性から故障が続発。しかもその場しのぎの応急修理を延々と繰り返したため、 飛ぶたびにどこか壊れているような船になってしまった。本機の重大な不調は、特にエピソード5において、ソロやレアを窮地に追い込んだ。ファルコン号が本来の性能を十分に発揮し、さらに腕利きのパイロットが操るならば、帝国軍の主力戦闘機タイファイター4機を返り討ちにし、大規模な艦隊同士の前線戦闘にすら耐える能力がある。もとが、 民間向けの輸送艇であることを考慮すれば、もはや改造とも呼べないような異常な強化である。また非常に頑丈で少々ぶつけたぐらいでは壊れない。通常航行であれば一人でも操縦可能であるが、エピソード6で第2でススター攻略時に何度以下数名のクルーが乗り込んでいったことでもわかるように実際は戦闘時には基本的に5名。 最低でも4名のクルーが必要だった。船長と副操縦士の他に、本来のエンジンの性能を発揮するために、専門の機関士とレーザーキャノンを扱う砲手である。キャノンを遠隔操作すると照準精度が大幅に落ちるため、普段は砲軸船をコクピットに一致させる前方固定式にするしかない。しかし、レイヤーヤへの急混では、ルークが操縦士、副操縦士、砲手の役目を、 ホースを使って同時にこなしている。エピソード2に同型の別機体が、エピソード3には同機体が登場している。エピソード8では、クレートの戦いの際にファーストオーダーのタイファイターを全滅させるという活躍をした。レゴを使用して制作された、ミレニアムファルコンピザか、あるいは空飛ぶ円盤を思わせる独特なスタイルの、この宇宙船は、原案段階ではスリムな棒状のものでありプロップも、 制作されたが、監督のジョージ・ルーカスが納得せず幾度もの再デザインを繰り返した後、ルーカスが、イルムスタッフらとのランチで食べたピザを見てひらめいた、スケッチを元に決定された。機体背面に並ぶ円形の排気口に、原案のピザの面影が見て取れる。またこの際、離陸後に機体がコックピットを軸に90度ミリへ持ち上がり、マンボウのようなスタイルで飛行する案が考えられていた。なお、 この時没案になったスリムなファルコン号のプロップはコックピットとレーダーアンテナ部分を回収されてエピソード4冒頭でスターデストロイヤーに打破される高速連絡艇 CR90 コルベットに流用されたこのためコルベットのプロップは脇役にしてはかなり大きく作られており実はスターデストロイヤーのプロップよりも大きいまたこの制作過程を受けて 最新三部作の第一弾となるエピソード7ではエピソード6にて破損したパラボラアンテナに代わってこのコルベットのものと同型のアンテナが新たに装備されている劇中のンエンジンに点火した時デススターから脱出する際などのドーンという効果音は雷の音をアレンジしているエピソード4では1.8メートルの撮影用プロップが製作されたが大きすぎて 撮影に不便だったため、自作では半分のサイズのモデルが新たに制作された。どちらも表面のディテールは他の機体と同様多くのプラモデルの部品を用いて制作された。その他必要に応じて各種サイズが制作され、モズアイズリー発着場やデススター内部でのシーンの撮影のために木製の原寸大プロップも制作された。また、 旧三部作特別編の追加シーンの期待及び、エピソード2、エピソード3に登場したユートマイナ -1300 は、すべて CG である、フォースの覚醒以降の作品に登場する、CG ファルコンのモデリングは、イルムの日本人モデラーである、成田正隆が担当している。黒沢明が、この映画は、汚れがいいねと評価したほど汚し表現を徹底された。スターウォーズ世界の中にあって、 ガラクタ呼ばわりされるファルコンであるため、プロップは特に派手な汚し表現が入れられていた。CG で表現されたファルコンにもちゃんと汚しが入っているが、新三部作に登場したユートマイナ -1300 は、新臓器だった時代の設定のため綺麗な戦隊に明るい色の塗装がされている。その独特のスタイルと精密なディテール、劇中での爽快な活躍から、模型ファンの人気も高い機体だが、 大型のプラモデルであった米、MPC 社の製品は、プロポーション、ディテールともに不十分な出来で、元プロップのイメージに近づけるには、大幅な改造が必要であった。また同社からは、レベルベースというジオラマセットが発売されていた。これに、小型のファルコンが含まれていたが、サイドパネルが一体成形、格納高ジオラマにもかかわらずランディングギアも、省略された不十分な出来のキットであった。 その後各種といや、ガレージキットを経て、2005年末に日本のファインモールドから発売された1、72、スケールのプラモデルは撮影用プロップを徹底的にリサーチして発売された決定版だと思われた。表面ディテールも本体に別部品を貼り付けていく、プロップ同様の構造になっているなどのこだわりがなされ、高い評価を得ている反面、プロポーションがプロップと違うものになってしまった。 具体的には、船体円盤部分が薄すぎ、船体全部のくちばし部分が平行である点。この部位は、船体の根幹をなす部分であるが、修正は困難である。2008年秋に、同製品の組み立てと済みの完成品が、ファインモールドから発売されたが、プロポーション回収は行われなかった。2010年4月に、同社より1、144スケールのプラモデルが、発売された。 このキットのくちばし部分は閉じられた表現となっている。ディーガースティネから2016年1月第1週より、週刊スターウォーズミレニアムファルコンの観光が開始され、付属のパーツを組み立てていくことで模型が完成する。この模型は帝国の逆襲で使用されたプロップを再現しており、完成すると全長80センチメートルを超すモデルとなる。また、2017年には、 レゴスターウォーズ75,192という15万円を超えるセットが発売された。ありがとうございます。